別の過去を変えるか。馬隊殿の救援に向かう途上で見たもの、あれこそ甲冑殿を救う鍵となるやもしれん。よう、今日はどうするんだ。またき俺の部下みん宗重はここにも合流していないか。九州からの撤退戦以来噂を聞かぬ。心配かな。いや、奴は殺しても死なぬ男だ。そう照れんでもよかろう。宗重はキュッし、いや宗しキュッし、いっは医療に散った。敵の大軍を食い止めるため自らの退路をも閉ざし整絶に戦い抜いた果てに、しかし甲冑の救出は本当に不可能だったのだろうか。それは医療へと援軍に向かう途中手取川で見かけた妖魔の一団のことである。あの時あの場所に戻れるのならば、あるいは確信にも似たひらめきを得た宝徳は一軍を率いて時を渡った。やはりそれがしの記憶の通りであった。この地には妖魔軍の兵器が集められている。これならば医療へ運搬可能な兵器も見つかり申そう。そうか、閉ざされた扉を兵器で破壊できれば。しかりさすれば必ずや甲冑殿を救えよ。We'll be right back.
見るがいい。必要なのは医療へ運搬可能な兵器。まずはそれらしきものを探さない。シェイクシェイクシェイク。無感、貴様らの襲撃などお見通しよ。いささか敵の数が多いか。被害を抑え敵兵器を奪わない。シェイクシェイク。ハイヤー。無感、で口当てろ。対岸からの攻撃か。踊れ姑息な魔法機関上投石者。せい、あの兵器など医療まで運べよ。せい、しかしせい、ここより対岸へ渡るのは難しい。せい、東に回り込むしかありません。よし、今だ。一気に打ち込め。せい、敵将、馬毛騎が討ち取った。せい、せい、ハイヤー。せい、せい、ハイヤー。せい、ハッ、せい、ハッ、ハッ、ハイヤー。行くぜ。よし、これ口当てろ。敵将、仕留めたぜ。
番だな。ここで口当てろ。受け取ってくれよな。冷める戦ぶり、見事。侵入されるとは、門を閉ざせ。これ以上進ませるな。門を閉ざされたか。何か突破する方法を見つければ。各砦には兵器が隠されている。東砦に役立つ兵器があるのか。はっ、敵か。ここで口当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将仕留めたぜ。東砦内にて投石機を発見しました。設置に取り掛かります。凄まじい威力だな。この兵器を医療に持ち込めれば。かように巨大な兵器は運搬できますまい。投石者を得ることを一義に考えれば。
受け取ってくれよな。
闘気参上。ここまで突破されるとは。甲虫殿を助けられる。やは、私たちの勝ちだぜ。投石者は医療に向けて進発いたした。ならば再び医療での戦いに臨もう。文句なしの戦果だ。大したものだ。